今年で二十歳だ石田キュー。はい、はい、ね、高視聴率でおなじみのあの番組に少し寄せてみようかと。やっぱり寄せましたよね。寄せましたね。もう言っちゃいましょう。あの番組よりちょっと安っぽい感じですね。向こうゴールデンってことですからね。はい、そうですね。はい、ということで、このコーナーは二十歳の誕生日を迎えたあゆみんに、はい、いくつかのタイプのクイズに挑戦していただきます。はい、クリアできたらバースデープレゼントとして、はい、某コーヒーショップのチケットをプレゼントいたします。うん、はい、本当ですか。はい、あのめちゃめちゃ使えるあの某有名、本当ですか、女神の絵の描いてあるあの某はい、嬉しい。そうです。そう、あれも、うん、あ、なんですよ、普段すごい好きなんですよ。そう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 、すごい好きなんですけど、あの結構高いじゃないですか。そうよ。いや、あんま飲まないんですけど。そう、さっきもね、スタッフさんがね、まあ、ご馳走してくれるって言ったらさ、普段高くて全く買えないんですって、どんだけ謙虚って思って。買えないわけじゃないですよね。うん、そう、買わない、うん、買わないね。買わないだけ。フランス買えないとは言わない。あ、違うね。はい、フランスのためにね。そうです。早速最初のゲームに参りましょう。はい、挑戦してもらうゲームはこちら、クイズあゆみんベスト3。さあ、ルールは簡単です。このゲームはファンの皆さんが頑張るゲームです。ここにあるお題であゆみんのベスト3書いていただきました。あゆみんは客席に降りて、はい、このベスト3が分かりそうなファンの方にインタビューをして回ってください。はい、制限時間内にベスト3全部の答えをインタビューできたらクリアでございます。はい、自信のほどは。自信はだってファンの皆さん、私のことよく分かってるファンの皆さんだと思います。きっと答えてくれるでしょう。出るでしょう。はい、はい、ということで今回はですね、はい、こんなお題を用意いたしました。いきます、どうぞ。よいしょ。私の素敵なところ8位から10位。イエーイ。これあゆみなんで1位から。いや、うん、1位2位3位ってよくなんか出てるし、うん、まあそうだね、なんか答えやすさあるじゃないですか。まあまあまあそうだな。8、9、10位となるとなかなかマニアックな方じゃないと答えられないだろうなっていう思って。これは難しい。どっかでちなみに発表したことあるの？ないです、ないです。じゃあマニアックな人でも分かんないんじゃないか。そうか。いや、でもそのなんかその皆さんが思うあゆみんのここ好きなんだけど、あんま共感してもらえないんだよなみたいなところが案外入ってるかもしれませんか。かもしれない。そうです。わかりました。それではあゆみん準備の方よろしくお願いいたします。はい、わかりました。それでは行きましょう。ゲームスタート。よーし、スタート。さあ、わかりそうな方手挙げてね。さあ、じゃあ手挙げていただきます。どうしよう。はい、答えてください。行きましょう。ふくらはぎ。あー、入っておりません。じゃあ、はい。あゆみのピースがめっちゃ開く。それ言われたことあるんですけど。ブブーです。別に好きじゃない。あゆみちなみに言われたら何位かどんどん言ってってくださいよ。あ、なるほど。今の何位？ピースは15位ぐらい。15位。じゃああちらの方いけますか。行きましょうか。奥の方の方、はい、男性の方ね。はい、うん、横顔。横顔、それさ、それ8、9、10なわけなくない？怒られてますよ。それもう1位ぐらいだよね。1位ぐらいだよね。ここのほくろ、うん、あ、ちょっと言われたことなかった。あ、口元のほくろ。うん、30位ぐらいに。30位低いな。どうしようかな。さあ、みんな時間ないよ。じゃあ、はい、唇ですか。唇は私自分ではあんまり好きじゃないんです、実は。あ、そうなんだ。うん、だからランキング入れません。違いますよ。もっと、ヒント言おうかな。あ、そうですね。なんだっけかな。何々を無駄なく使う。いいですよ、今思ったの言ってください。仙台愛が強い。仙台愛が強い。それはもう、3位ぐらいに入れたい。何々を無駄なく使う。何々を無駄なく使うで思いついた人。なんでオレンジ振ってる。あ、なんでオレンジ振ったのかな、今。間違っちゃっただけ。変わっちゃっただけ。冷蔵庫の余り物。冷蔵庫の余り物。何が入ってます、何が入ってます。冷蔵庫の中のなんだ。野菜。お、正解です。正解です。さあ、いいですよ。ありがとうございます。8位、野菜を無駄なく使う。続いて、あと何だっけかな、ヒントとしては。ヒントはね、ブログの。あ、ブログ関連ですね。私のブログ見てくださってる方なら、もしかしたら感じてるかな。さあ、じゃあ、あゆみ上の方も行ってみようか。じゃあ、うん、そうですね。ぜひ、じゃあ、こっち、じゃあ、一気に行っちゃいますよ。一番後ろ。はい。お、文章の構成。文章の構成。文章じゃないな。文章でもよかったけど、じゃあ、はい。自撮りがうまい。自撮りがうまい。それは自分では入れない。うん、ブログの。どうしよう。なんとかのセンス。
そうですね、なんかのセンスが素晴らしくいいんですよ、はい、じゃあ、文章がすごい熱い、はい、熱い、文章が熱い、違うって、うん、何かのセンスがいいんですよ、何のセンスがいいんだろうかな、逆の方の僕行ってみるか、そうですね、うん、じゃあこちら行きますね、じゃあ、はい、最後の締め、最後の締め、全体的に違うんすね、なんかもっと可愛らしい感じ、可愛らしいやつ、可愛らしい感じ、可愛らしい感じが違う、じゃあ、うん、じゃあ言ってもらいましょう、当ててください、画像のチョイスが、画像のチョイス、あ、でもちょっと惜しいですよね、そうだね、でも画像、画像、ヘオジのセンス、画像、ヘオジのセンス、じゃあ、はい、画像加工のセンス、違うよ、画像の加工のセンスはないっていうことで結構有名ですので、そうですよ、はい、ほらね、あゆみんしたらよく手文字を使うじゃん、かな、絶対当てられる人、もう行こう、あ、結構自信ありそ う, じゃあ、はい、あ、はい、もう一回絵文字、 OK、 絵文字のセンス OK、 そうだね、さあ時間ないぞあゆみん、あとなんだっけ、あと一つはもうシンプル、何々が綺麗、はい、何々が綺麗、顔はめパネルね、それも良かったけど違いますね、うん、何々が綺麗、何が綺麗、あ、そうですね、あのパネルをよーく見てください、あ、もう大ヒント、なんか分かるはず、さあ、アイリン前の方行こう、じゃあ、でもこっちの人合ってないから、そうだね、前の方行って、じゃあ、はい、あ、青が似合う、全然違う、青が違う、だから全然違っても知ってる、パネル見てって、あ、ごめん、パネル、じゃあ、はい、答えていただきましょう、肌が綺麗、嬉しい、ありがとう、どんな距離でも大丈夫、ありがとうございます、 パネルに肌ないけど、そう、そうね、パネルよく見てください、絶対当てられる人、じゃあ、はい、髪が綺麗、だからパネル見て、あれみんなもうあゆみんのそばいてテンション上がって何も聞いてねえんだよな、はい、字が綺麗、字が綺麗、はい、字が綺麗、おめでとう、正解が出ました、あ、制限時間ギリギリクリアでした、やったよあゆみん、さすがだね、みんな、みんなさすがあゆみんのファン、よいしょ、ノーヒントでクリアしてくれた、すごかったですね、ノーヒントでね、すぐ答え出るから、すごいです、あゆみん、このゲームいかがでしたか、いやー、結構、はい、どうですか、共感してもらえる感じですね、どう、皆さん、はいはい、おー、リアルに共感、ありがとうございます、でも確かにブログの絵文字のセンスはもう誰一人出てこなかったですからね、これからもっとブログに絵文字使ってもらって、違うんですよ、うん、多分絵文字よりも文章が良すぎてそっちに目がいかなーみたいなことですよね、うん、いや、ほんと全員に後で1000円あげた方がいいよ、うん、本当に感謝してます、うん